こんにちは、彦右衛門です。これは大和ネマエビが喧嘩してるわけではなくて、バジェットガエルの脱皮した皮をついばんでるんですね。いつもヒーターの陰に隠れてるんですけど、たまにこうやって働いてる姿を見ると安心します。結局あのマグカップのお家は気に入れなかったみたいで、足置き台になってます。水草の手入れをしてくれてますね。めったに見られないんですけど、いいことです。メンテナンスフィッシュを、入れたかったので、アルビのミニプッシープレコを、購入しました。コリドラスを買おうかと思ったんですけど、なんか毒があるらしいんで、カエルに良くないと思ってプレコにしました。ちょっと水合わせは荒っぽいんですけど、点滴法とかちょっと敷居が高いんで、ああいうやり方になってます。このマグカップはもう撤去しようと思ってます。これはですね、ディビアですね。ちょっとやってみようと思いまして、これだけはやりたくなかったんですけどね、まあこういうのを食べさせた方がいいかなと思って。ありえないですよね。こうゴキブリを箸でつながって、初経験ですね。こんな風に投入しました。で、後で気づいたんですけど、なんとですね、袋を留めてたホッチキスも入れちゃってるんですよね。本当に後で気づいてよかった。この時は気づかなかったんですけど、画面の真ん中に映ってるの分かりますかね。大変なことになると思う。気づいてよかったです。なんかもうどういう状態これ。もう全然怖がっちゃって、食べ物だと思ってないんですよね。望遠鏡を覗くみたいな感じになってます。このまま水の中にほっとこうかなと思ったんですけど、ディビアが水の中で増殖したら嫌だなと思って、まあ、そんなことないと思いますけど、頑張ってあげてみようと苦戦してるところですね。とにかく僕はこのディビアを早く処理したくて、お願い早く食べてっていう感じですね。全然食べてくれないんですよ。この間ちょっとエビとかあげたんで、多分お腹空いてないんでしょうね。タイミング間違えたな。もう全然ダメですね。
サイズのリビアを2匹買ったんで、2匹ぐらい食べるだろうと思ってたんだけど、勝手が外れました。バジェットガエルは上から餌を落とした時と、こうやって口の前でスリスリするした時、よく食らいついてくれるんですよ。ただディビアに関してはもう嫌がるだけでした。で、まあ、ディビア2匹に関してはね、もう残念ながら処分するという形になってしまいました。あ、アクアリストとして反省しなければいけませんね。プレコを投入しました。メンテナンスフィッシュとしてどのような働きを見せてくれるのでしょうか。新しいお家をね、カエルの新しいお家を買ったので、気に入ってくれればいいなと思ってます。今度はちゃんと下を掘れるので、大丈夫だと思ってます。今は足を気にしてますけど、そのうち下に入ってくれるでしょう。日曜日はお腹をいっぱいにさせる日だっていうふうに決めてるんで、なんだっけ、光ベルツの投入しました。まずはお魚にあげます。
食べてくれなかったので、お魚にあげます。